大雨の影響で明日は交通機関に乱れれが出るかもしれません JR 東日本は明日大雨の予報を受けて昼頃から東海道線などで遅れや運休が発生する可能性があるとしました NEXCO 中日本も新東名高速で明日正午から一部の区間で通行止めの可能性があるとしています。 各社とも利用する際には最新の気象情報や交通情報を確認するよう呼びかけています。